ねえマリサ、三菱が作った F1 ってどれくらいすごいの？時速300キロでドリフトしながらコーナリングできるくらいにはすごいぜ。そっちの F1 じゃないわよ。空飛ぶ方の F1 よ。ああ、F16 超えの F1 戦闘機のことか？だが F1 にはある問題が存在するんだぜ。ほう？これは気になるわね。ということで今回は三菱の戦闘機 F1 がヤバすぎる。F16 超えの性能で中間が。お送りするぜ。皆さんの意見をコメントしてね。それでは皆さん最後までゆっくりしていってね。冒頭でも話したが、F1 は国産の超音速高等練習機 T2 を母体に三菱重工業が開発した国産戦闘機だな。F15 イーグル戦闘機や F4 ファントム2戦闘機に比べると、やや小型でシャープな形状ながら、特徴の強い迷彩塗装に身を包み、最大速度はマッハ 1.6。対空、対地、対艦の任務に対応し、2019年現在、各国が運用中の戦闘機にも見られる多用途能力。いわゆるマルチロールファイターの走りと言っても過言ではない機体だったぜ。ほう。戦後も国産戦闘機はしっかりと技術を育てていたんだ。日本の軍事産業の陰にやっと日が差すのかしら？さすが三菱。初飛行は1977年で、2006年までの29年間、日本の空の防衛に貢献したな。F1 の活動の場は幅広く、対空任務では空対空ミサイルを装備し、主に大量空侵犯措置任務、いわゆるスクランブル任務で日本の防空に従事。対地任務では有事の際、陸上自衛隊の戦闘を空から支援するため、固定武装の20ミリバルカン砲。各種爆弾やロケット弾を用いての敵上陸部隊の撃滅が任務とされていた。これぞフーファイター、いや、マルチロールファイターってやつね。対艦任務はまさに F1 の独壇場だったぜ。F1 は、F4EJ 艦や F2 が登場するまでは、国産の ASM-1 空対艦ミサイルを発射できる唯一の機体であり、島国である日本に迫る敵艦隊を追い返す能力を持つ重要な戦力だったんだ。日本を守ってくれてたわけね。だな。与えられた正式名称は F1 支援戦闘機。F1 はその能力から攻撃機や戦闘爆撃機と呼ばれるべき機体だったが、専守防衛を第一とする自衛隊では、他国への攻撃を連想させる名称を避け、支援戦闘機と呼んでいたわけだ。支援戦闘機か。そろそろ日本も他国の目ばかり気にしてないで兵器開発する時よね。そうだな。登場した1970年代は最新鋭戦闘機として機体を集めた F1 だが、1990年前後から陰りが見え始める。電子装置や武装など、新技術が戦闘機にも次々と導入され、新型機も続々登場する中、F1 には大きなアップグレードが施されることはなかったからな。おい、F1 置いてけぼりにしないでよ。射程の長いミサイルを用いての指定外空対空戦闘や誘導爆弾、対地ミサイルを用いて遠距離からの攻撃を可能にし、発射母機の生存性が高まった空対地攻撃など、航空戦闘の様相が進化する中、捜索範囲が狭く操作が難しいレーダー、パイロットが目視で照準、投下または発射する通常型爆弾と無誘導ロケット弾、射程の短い空対空ミサイル F1 の性能や装備は時代に取り残されていきつつあったわけだ。パイロットが目視で照準を合わせる時代は終わったのね。もはやニュータイプでもなきゃ無理だわ。ニュータイプでも無理かもな。それでも F1 ライダーと呼ばれる F1 のパイロットたちは、戦法の研究や戦闘技術の向上に取り組み続けたな。もともと性能の高かった爆撃コンピューターを駆使した爆弾投下技術は非常に高く、訓練視察中のアメリカ軍将校もその精度に驚きの声を上げたというぜ。おお、まさにニュータイプ。空戦訓練では、機動性の高いアメリカ軍の F16 戦闘機を模擬撃墜したこともあったぜ。やばいわね。F16 よりも強いとか機体性能だけでは勝ち負けは判断できないわね。だな。F1 が航空自衛隊における重要な戦力として存在し続けたのは、パイロットや整備員がたゆみない向上心で努力を惜しまず、訓練や任務に励み、そして外敵からこの国を守る必勝の信念を抱き続けた結果なわけだ。これぞ大和魂。ありがとうございます航空自衛隊の皆さん。ほら、マリサも言いなさい。おう。ありがとうございます。そして3個飛行隊に編成されていた F1 は1997年、F4EJ 海戦闘機への機種改変を皮切りに編成が始まり、後継機 F2 の導入も進む中、2001年に第3飛行隊が F2 に機種改変。そして2006年3月、最後まで F1 を装備していた第6飛行隊において同期のラストフライトが行われた。この日をもって、F1 が大空を舞うことはなくなったんだ。風立ちぬのセリフじゃないけど飛行機は美しい夢なのよ。
そして私が就職できると思ってバイトの面接に行ったのも夢だったのよ。何があったんだ霊夢？まあ、戦後日本初の国産戦闘機として産声を上げ、29年間日本の空の防衛に貢献した F1 は、機体のトラブルによる損失事故なしという勲章を抱き、去っていったぜ。すごすぎよね。警告には見習ってほしいわ。だな。そして F1 の運用で培われた技術と高い士気は後継の F2 へと引き継がれ、現在もかつての F1 飛行隊は F2 飛行隊として日本の防空に当たっているな。ストライクファイターの魂はこれからも受け継がれていく。視聴者の皆さん、F1 についての意見コメント欄で教えてね。日英イノジ世代戦闘機共同開発が決まっているが、少しかこの話にも触れてみるぜ。おお、F3 誕生秘話か。2017年11月、国産を視野に入れた航空自衛隊の次期戦闘機 F3 について、防衛省が開発決定の先送りを検討していることが分かった。2018年夏までに国産国際共同開発輸入のいずれかから選ぶ方針だったが、C 国が空軍力を増強する中、将来にわたって日本の航空戦力が優位を保つための戦闘機の姿が見えなかったとのことだ。うん。まだまだ国産戦闘機なんていらないと思ってた頃よね。だな。そして F3 は2030年頃から退役が始まる、空自の支援戦闘機 F2 約90機の後継機。開発から調達、維持管理、廃棄までを含めた総事業費は4兆円とも言われ、各国の防衛産業が大型の武器開発案件として参画に関心を示しているぜ。ほう、この時点で共同開発先はすでに決まっていたのか。そうだな。防衛省は2019年4月から始まる5カ年の中規模で事業化することを目指し、日本で単独開発するのか、他国と共同開発するのか、外国から輸入するのかを18年夏までに決めることにしていたんだ。検討に必要な技術情報を収集するため、情報提供に応じる企業の募集を行ったわけだな。うんうん。それで？この時点で、東シナ海上空で活動を強め、陸海空の3軍を合わせて2700機の作戦用航空機を有する C 国軍は、ステルス戦闘機 J20 と J31 を開発中。さらに弾道ミサイルや射程1500キロ以上の巡航ミサイルを保有。ミサイル搭載可能な無人機も開発していたんだ。もうすでに国産戦闘機を開発しなきゃいけないほど、アジアの安全保障が逼迫してるじゃないのよ。一方、日本は最新鋭のステルス戦闘機 F-35A を42機導入するほか、原子力戦闘機 F-15 200機のうち半分の100機の近代化改修を予定。F-15 の残り100機の扱いが決まらず、F-2 が退役していく中で、航空優勢を維持するには後継機をどんな戦闘機にすべきか、省内で意見集約ができていないと政府関係者はこぼしているな。え？そんな悠長なこと言ってる場合？イージス艦や陸上配備型イージスなどを含め、防空体制全体の中で考える必要があると同関係者は指摘していたからな。何のために国民から税金たくさん踏んだくってるのよ？複数の関係者によると、共同開発を選択する場合の相手国選びの検討も順調に進んでいない状態で、本命の米国は F-22 が現役、F-35 も配備が始まったばかりで、新たな戦闘機を共同開発するにはタイミングが合わない。日本はレーダーやエンジンとかの部分的な技術はあるんだけど、戦闘機開発そのもののノウハウがないんよ。だな。そんな中で実際に共同研究を進めている英国も有力候補だが、政府関係者は様々な声があると話していた。さらに戦闘機の共同開発で合意したドイツフランス連合も新たな候補として浮上。だが省内では、もっと時間をかけて慎重に検討したいという声が上がっていたみたいだな。イギリスかドイツフランス連合か。警告とかインドネシアとか言い出さなかっただけマシかしらね。そんな日本は防衛費を毎年 0.8% のペースで伸ばしていたんだな。今じゃ国民がブチ切れるほど伸ばしていますが、そして北朝鮮が核と弾道ミサイル開発を急ピッチで進める中、ミサイル防衛の強化を優先。F-35 や無人偵察機グローバルホーク、新型輸送機オスプレイなど、米国製の高額な武器調達も増えており、財政的な観点から F-3 の開発を懐疑的に見る向きもあったな。政府関係者は決定は先送りになりそうだと言っていた。そいつらに責任取らせましょ。そして2022年11月。航空自衛隊の F2 戦闘機の後継について、政府は英国、イタリアと共同開発する方針を固めたわけだ。急に来たわね。開発後の輸出を睨み、安全保障関連3文書の改定に伴い、条件付きで武器輸出を認める。防衛装備移転三原則の運用指針も見直す方針で、将来の輸出を目指すというぜ。兵器輸出を阻止するために、
足を引っ張るやからが出そうだわ。次期戦闘機は、F2 が退役を始める2035年頃までの配備を目指すそうだ。政府関係者によると、機体は日本の三菱重工と英国の防衛企業大手 BAE システムズが開発主体となる。イタリアからは航空防衛大手レオナルド社も参加。エンジン開発は日本の IHI と英国の航空機エンジン製造大手ロールスロイスが中心となり、同じく航空機エンジンを手掛けるイタリアアビオ社が加わる見通しだ。ほう。日本とそんなに一緒に戦闘機作りたいのか。おお、よしよし。仲良くしましょうね。でもさ、戦後、日本は日米同盟強化のもと、対米追従路線をひた走ってきたのよね。そうだな。それなのに、一大国家プロジェクトの次期戦闘機開発でイギリスとタッグを組むなんて異例なんじゃない？ましてアメリカは世界最先端の戦闘機技術を有しているしな。それでも、なぜ日米共同開発から日英共同開発に事実上の転換をするのかしら？その問いの前に、軽く答えておくぜ。お願いね。防衛省は F3 について、現在保有する F2 と同数の約90機の導入を想定しているんだ。政府は開発経費を明らかにしていないが、国内メディアは総額1兆5千億円と報じている。約3000社が開発や生産に関わると見込まれているな。日本の防衛産業が大きく動く話よね。政府は2018年12月に閣議決定した中期防衛力整備計画で、次期戦闘機については我が国主導の開発と明記した。しかし防衛省は、戦闘機開発の経験や技術を有する米英の技術的な支援が得られれば、より少ないリスクでより優れた戦闘機が開発できるとの考えから、その後、国産主導の国際共同開発に移行したんだ。リスクを取らずに国産戦闘機を開発か。果たしてうまくいくのやら。そして2020年12月には、アメリカのロッキード・マーティンを次期戦闘機のインテグレーションを支援する候補企業に選定し、事実上の日本主導の日米共同開発に転換したわけだ。ロッキード。またしてもロッキードなのね。まあ、日本には戦闘機のシステムを効果的に組み合わせるシステムインテグレーションの設計や経験がなく、技術的に家庭教師になるロッキード・マーティンの支援と能力なしには開発できなかったからな。そうね。同社は第5世代戦闘機と呼ばれる F22 や F35 を開発生産してきたんだから、申し分ないわけだわ。だが、ここに来て防衛省は再び方針を転換し、その家庭教師役の主要パートナーをロッキード・マーティンから BAE システムズに乗り換えようとしているわけだ。家庭教師の乗り換え会未審。防衛省はその理由について、アメリカの F35 以降の次期戦闘機開発のタイミングが日本と合わなかったのが最大の理由と思われると述べているな。本当にタイミングが合わなかったからなの？アメリカは現在、次世代制空戦闘機 NGAD 計画のもと、第6世代戦闘機の NGAD や自立戦闘が可能な無人航空機ロイヤルウィングマンなどからなる、航空優勢確保のプラットフォームを作ろうとしてるんだ。ほう。タイミングが合わなかったからというより、無人機に力を入れたかったからなのね。そうかもしれないな。あとな、開発協力のあり方についても、日本側とロッキード・マーティンの考えには隔たりがあるとされるんだ。どうして？例えばレーダーや電子戦装備品 EW など次期戦闘機の主要装備品について、アメリカは開発初期段階にはアメリカ製を適用するよう求めたんだ。これは日本が開発途中や完成後であっても、回収の自由度や次世代の技術も適用できる拡張性を確保しようとしている方針と相反するわけだ。ああ、確かにアメリカはいつも技術やノウハウをブラックボックス化するわよね。そのブラックボックスを開けちゃう国もあるけど、日本はエンジンの開発能力がなく、国産から日米共同開発に追い込まれた F2 の苦い経験や、アメリカの空対艦ミサイルを搭載するための F15 回収費用の急激な高騰を踏まえ、アメリカの言いなりになることを避けたかった可能性があるな。いつまでもアメリカの腰巾着は嫌だからね。これに対し、イギリスとの共同開発は互いにメリットがあり、ウィンウィンになれる可能性が高いんだ。主に4つの理由が考えられるぜ。4つもあんのかよ。一つ目の理由として、イギリスは現行の主力戦闘機ユーロファイタータイフーンの後継として、次期戦闘機テンペストの2035年までの実戦配備を目指している。これは日本の次期戦闘機と同じスケジュールでもあり、日英の連携がうまくいっている理由でもあるな。まるで最初から計画されていたかのようなスケジュールね。二つ目に、日英が次期戦闘機に求める性能だ。両国とも海洋国として、採用する戦闘機に長い航続距離を必要とする。また、重いミサイルを搭載できる双発機、エンジンが2機ある航空機を必要とする点でも共通しているぜ。うん。
ロッキード・マーティン製の F-35 戦闘機が満たせない性能よね。三つ目に、イギリスは、日本が F-2 開発で苦しんだエンジンとレーダーの共同研究や基本設計の協力を申し出るなど、防衛省内では、イギリスとであれば対等なパートナーになれるとの期待が以前からあったことなんだ。どちらもアメリカといろいろあった国だしね。次期戦闘機開発を担当するイギリス国防省課長のリチャード・バーソン氏が2020年9月23日、産経新聞の記事で英国は両国が必要とする回収の自由を互いに認めると同時に、将来のプラットフォームやシステムが、米国などの重要な安全保障上のパートナーとの間で相互利用可能になることを保証する。対等な協力関係を構築する絶好の機会と考える。と寄稿しているな。もはやラブレターじゃんか。この他、英国とは欧州のミサイル大手メガバイト DA が開発した視界外射程空対空ミサイルミーティアに、三菱電機のシーカーと呼ばれるレーダーを組み合わせる JNAM の共同研究も行われてきたな。サブシステムまで充実してるわね。もはや本当に計画してなかったのか怪しいレベルだわ。四つ目に、日英は資金を出し合っての効率的な共同開発で生産機数を増やし、量産単価を引き下げて、将来、海外市場への売り込みを視野に入れていると考えられているぜ。イギリスは欧州市場、日本は ASEAN などのアジア市場への輸出がそれぞれ予想される。イギリスの輸出ノウハウを日本も吸収できそうね。イギリスの次期戦闘機テンペストは、無人機 UAV 軍との連携計画を含む、同国の将来戦闘航空システム FCAS の中核をなす。その開発を担うチームテンペストは、イギリス空軍 RAF の緊急能力局 RCO のほか、BAE システムズ、ロールスロイス、メガバイト DA、イタリアのレオナルド、イギリスのセキュアクラウドで組織されているんだ。うん、すごい顔ぶれよね。一度挨拶しておきたいわ。空自の次期戦闘機の開発をめぐっては、イタリア政府も参画に意欲を示しており、チームテンペストの一員であるレオナルドが加わる可能性があるな。無人機 UAV 軍との連携計画にも参加できれば、日本の技術力はうなぎ登りね。そうだな。また、岸田文雄首相は5月5日、訪問先の英国でジョンソン首相と会談し、年末までに将来の戦闘機プログラムに関する協力の全体像で合意すると確認しているぜ。一方、岸信夫防衛相は5月4日の日米防衛相会談で、次期戦闘機をめぐる日英協力について説明して理解を求めた。アメリカもさすがに怒なんじゃない？これに対し、オースティン国防長官は歓迎の意を示したというぜ。おお、連合国でリンクして防衛できる未来がすぐそこに。なお、BAE システムズは1月28日、日本に子会社を設立した。BAE システムズの日本代表兼日本地区担当支配人のトーマス・ライク氏は、新会社は、日本のパートナーと協力して高度な能力と新技術を開発する上で重要な役割を果たすことになると期待しているとのコメントを出したぜ。黄金の国日本へようこそ。新たな抑止力のために一緒に協力していきましょう。これからも自衛隊から目が離せないぜ。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。